村上直樹のマーケットニュース。皆さんこんにちは、フリーアナウンサー大橋ロコです。村上直樹さん、今週もよろしくお願いいたします。6月14日月曜日です。週末の G7、 イギリスで開かれていました G7 サミット閉幕しまして、中国への対抗姿勢を強めるなどの首脳宣言採択されたと報じられているんですが、はいはい、この番組的にはここに注目したい。財政出動を通じて景気支援を継続する必要性で概ね合意した。バイデンさんが言い出して、ドラギさんって元 ECB の総裁ですね、はい、今イタリアの首相なんですよね、はいはい、ドラギさんもそれはいいと、そうだというふうにおっしゃったということで、はい、G7 で、もう財政政策はもうコロナ禍から継続していこうということで固まったと報じられています、はい、そうですね、はい、まず財政政策拡大を続けていこうというのは実際そのコミュニケやその声明文にもちゃんと明記してあるんで、はい、でそれはそうで、で多分その、まずバイデンさんが言ってドラギさんがそれに賛成したというのは多分日経さんがそう報じていたんじゃないかなと思いますけれども、菅さんなんか、まあ菅さんが言ったのか、多分日本で報じられてないということは何も言わなかったのかなんじゃないかな、まあ会議でどの程度その発言できたかどうかっていうのはちょっとまあ微妙な部分もあると思うんで、そこの部分に関してはバイデン政権がね一番その財政政策、ね、に積極的 で、はい、でまあ、イエレンさんもね、やるべきだと、ちゃんとその前 の、 その、ね、財務省 の、 サミットでもおっしゃっていて、はい、で改めてアメリカはね、一体となって大統領も、財務長官も一体となって財政やっていこうと、これはもうずっとこの番組で言ってますけども、はい、そのね、アメリカの姿勢にドラギさんはね、もともとすごい経済学者としても有名ですし、はい、ECB の総裁もやられていて、でそうだそうだと、もうこんな経済の、ね、インフレの状況であればそうだと、専門家がそのようにはっきりと、ちゃんとこう合図ちゃんとね、なんて言うんでしょう、呼びかけて、それに応えて、はい、で、多分ヨーロッパの中でも多分ドイツは多分ちょっとそれに少し距離を置いてるからメルケルさんって出てこなかった、はい、多分ドラギさんは、よしちゃんとやっていこうって話で、はい、そうで方向はね、一応コミュニケでもまとまったんで、その概ねはね、財政拡大を続けましょうということなんですけども、それもコミュニケ自体見ると必要な限りみたいな、ちゃんとこう官僚らしい文章、ちゃんと文言が一つあってですね、はい、でやっぱりその、実際にその財政政策どう運営するかっていうのは、別に各国でこう言われたからこうしなきゃいけないっていう決まりじゃないんで、最後は日本のね、リーダーとか政治判断で決まる部分があるんで、その裁量の余地をまだ残してるっていうことだと僕は思うので、でもちろんその大橋さんが期待されているように、こうやってこう外圧でね、ちゃんとこう、いや財政みんな先進国ね、みんなリーダーが集まって合意したんだからやらなきゃいけないだろうって言えば、日本でも それを理由に財政政策の拡張っていうのが理由として一つ使えるということは、政治的にはもしかしたらそれを本当に菅政権がやりたいんであれば一ついいことじゃないかなという気がしますよね。はい、そんな中で政府は18日、今週ですね、初めてとなる経済財政運営と改革の基本方針は骨太の方針、いわゆる骨太の方針ですね、これを閣議決定するということで、重要な柱である財政再建においては、国と地方のプライマリーバランスを2025年度に黒字化する従来目標、これは一応続けていくんですが、21年度内に年度目標を再確認する方針が併記されたと、つまり25年までじゃなくてもう少し変えるかもしれないよ、ということですね。でこの原案はすでに先週出てるんですね、でそれをもとに今報じていて、今のような報じられ方をしているということなので、おおむねそのなんて言うんでしょう、正しいメディアの解説じゃないかなというふうに思います。でメディアのその報じ方っていうのは、まず最初出た時は財政健全化堅持みたいなに書かれていたん で、 で、先週の分かんないですが火曜日か水曜日にそれが出て、僕はちょっと新聞しか最初読んでなかったんで、そうなんだと思って、ちょっと微妙かなと思ったんですけども、実際にその原案をちゃんとこれ読んでみると、今言ったようにその一応その
プライマリーバランスの均衡化っていう目標は堅持するんだけど、でも実際にどういうふうにその財政運営していくかはとか、その目標に関してはこの2021年にかけて年度内にもう一回再検討するっていうふうに書いてあるんですね、うんうん、であとその財政、要はその財政健全、あとその菅首相の言葉としてその財政、諮問会議において、あの経済成長があっての財政健全化だっていう、まあ、まともなことをおっしゃっていたということなので、はい、多分その意向があって、いやいやその財政プライマリーバランスを健全、あの均衡化させるっていうことを目標にするんじゃなくて、はい、で名目 GDP の 600兆円っていう、まあ、これ安倍政権の時に打ち出されたものですけども、はい、まあ、経済成長をまず重視して、でそこからその財政収支がね、あの改善するならそれはいいでしょうという、まあ、そういった、まあ、従来とか安倍政権の時には基本的にその路線だったと思うんですけども、うん、まあ、それに近いところの考えも、まあ、その政策オプションも一応まだ何て言うんでしょう、持った形で今回多分原案がまとまったっていうのが、あの、まあ、本当、まあ、真実じゃないかなというふうに僕はあの評価してます今のところ、はいはい、そして G7 で、うん、まあ、そういう合意があったわけですから、そうです、ね、ちょっと期待してもいいのかな、まあね、あの、いや、このバイデンさんと約束したんだからこんなの財政政策やるに決まってるだろう、ね、なんだ増税なんて言ってるやつがいるのかみたいに、はい、あの、まあ、突っぱねてくれればね、あの増税したい人たちはなんかいっぱいいますから、まあ、そういう人たちとおそらくあの、まあ、菅さん首相とか官邸もの意向が、あ、彼らも戦わなきゃいけない部分が、はい、まあ、多少あるんじゃないかなという気はしますので、まあ、それはこれから、まあ、実際には政治判断なので、当然選挙に対してどういうふうな戦略を取るかとか、うん、まあ、そういう政治マターに なってくると思うんですけれども、はい、まあね、さっきも言ったように、まあ、一応そのどこの国も財政政策とりあえず経済成長を重視して財政政策を、ね、続けますね。特にアメリカがそういう姿勢が鮮明であり、はい、すごいエンジン吹かして、でかつ それは結局その、はい、まあ、経済政策にとっても大事だけども、まあ、いわゆるその中国に対してちゃんとしっかりと対応していくために、うんうん、もうそれもやんなきゃいけないんだっていう、まあ、そういうあの文脈もあると思うんですね、はい、だからそういうその説得の仕方とかその政治的な材料としてまあ使えるような状況になってきてるんで、はい、まあ、僕はあのまだ何でしょう、この状況だとね、あのそうは言ってもまあいろんな考えがあり、あのやっぱりそのまあ何て言うんでしょうね、その均衡財政ありきの均衡財政するのは正義だみたいな、なんか意味不明なことをなんか信じてる人たちがたくさんいるから、でまあ、そういう人たちが実際力を握ってるっていう現実はあると思うんで、まあ、でも、まあ、十分その何て言うんでしょう、状況は変わりうるんじゃないかなというふうに若干は期待してますね、はいはいはい、となると、まあ、マーケットもし財政が出てくるということになれば、うん、今冴えない日本株もそうですね、はい、まあ、もう日本株がダメな理由は、まあ、コロナ対応がグダグダしてることと、まあ、財政政策もまあ、出るんだ、いや出て予算はついてるんだけど本当にちゃんとしっかり使われてないから、うん、結局経済成長も遅れてるし、はい、あのアメリカにもまあ遅れてるっていうことになってしまってるん で、はい、でそこはね、いや、まあ、コロナが落ち着いて経済を復かすために財政政策出しますって話であればアメリカと同じように高成長って話は十分あり得ると思うんで、はい、まあ、そこに本気でその、ね、政策菅政権が向かうということであれば全然その日本株への評価も多分違ってくるんじゃないかなというふうに思いますね、はいはい、そしてちょっとドル円についても伺いたいんですが、はい、ニュースとして財務省が8日発表した4月の国際収支速報、海外とのものとサービス投資の取引状況を示す経常収支の黒字額、前年同月と比べて 6.4 倍の1兆3218億円2ヶ月連続で増加、この黒字は82ヶ月6年10ヶ月連続となっています、はい、という報道がありました。為替市場では、まあ、経常収支あるいは貿易収支の黒字が円高の一因であるという定説があるんですがあるんですね、あるんです、いや実際あの黒字が増えてる、はい、今月のニュースもやっぱり黒字が増えてるってことですね。そうですね、はい、黒字増えてるから円高になってるかって言うと、まあ、なんか為替のマーケットで見てるとそういうことでもないんですね、はい、だからあの、まあ、僕
この為替のね、まあ、需給に多少影響するっていうのはこれ輸出税とかの話で、はい、まあ、昔から言われてる話で、まあ、多少そのニュースになるとか短期的なノイズ需給の材料になるっていうのはそうだと思うんですけども、はい、まあ、基本的には為替には全く影響しないっていうのが僕の考え方なので、まあ、あのこれで、まあ、僕が知る限りこの今この経常収支の黒字になってるから円高だとか、じゃ逆にアメリカでね、経常赤字が増えてるかドル安だって言ってる人は、はい、まあ、ほぼいないというか、まあ、僕が言ってる人がいたらその人の話は聞かないので、基本的には結構いるんですけれども、ね、まあ、もしかしたらこのリテールの世界でそういうこと言ってる人いるのかもしれないんですけど、まあ、その需給の、ね、一環として何か語ってるんであれば、まあ、まだ許されるんですけども、はい、なんかそれで真剣になんかドル安だとか円高とかで言ってる人を聞くとちょっとこ うこいつ 何を言ってるんだろうなとしか 僕は思わないです。村上さんは、うん、基本的に、まあ、為替相場を占うのは金融政策、うん、財政政策、そう、金融政策は実際なんでかっていうと、うん、そのインフレに直結するからなり、はい、まあ、通貨 その相対価格なんだから、結局その通貨の価値なんで、通貨の価値ってお金の価値だから、インフレかデフレかって、もそれが、そうですね、それが根本なんですよ。物との反対側ですからね。そうそうそう、でそれで、まあ、ほぼ全てがそうなんですけども、はい、まあ、それ、まあ、実際にその短期の動きがね、そのなんかフローとかそういうので、まあ、決まる、それあとテクニカルで決まるとか、それはよくわかるんですよ、僕も為替マーケット見てるから、まあ、でもそのなんて言うでしょう、予想としてこれを使うっていうのはなんか何を言ってるんだとしか言いようがなくで、為替のマーケットで重要なのは、まあ、先週もちょっと言ったかもしれないんですけども、その、まあ、ドル円ね、今年予想外に円安ドル高になってるじゃないですか、ドル円で言うと、はい、まあ、103円だったのが今109円ですよね。でそうするとドル高になってるかって言われると、ご案内の通り、その人民元とかユーロで見ると、はい、まあ、実はドル安なんですね。そうです、ユーロ高、むしろ人民元高、そっちの方が強いので、はい、まあ、僕はずっとこの番組で言ってると思うんですけど、このコロナの後はドル安っぽくなってリスク資産買われるのが結構続くんじゃないかって言っていて、うん、でその文脈でドル円もちょっと、まあ、100円ぐらいまでいっちゃうかなと思ってドル安だと思ってたんですけども、幸いながらそのドル円だけはドル高円安ですよね。金利に敏感でした。そう、で、はい、それ以外の通貨で見ると実はドル安がずっと この6月に入ってもまだ続いていたってことなんで、まあ、ドル円はちょっとね見通し外したんですけども、他の通貨で見ると実はドル安っていうのがまだじりじりと続いてるっていうことなの でそれはまあ、なぜかというとやっぱり FRB のその金融性緩和がやっぱり、はい、まあ、色々そのねテーパリング云々とかって話あるけれども、その緩和が徹底されていて、一番早くその、ドル安、要はアメリカのインフレ期待が上がってドル安になるっていう、まあ、そっちのメカニズムが多分強くまだ働いてるんじゃないかなというのが僕の解釈ですね、はい、はい、まあ、今週15、16で FOMC、まあ、6月の FOMC っていうのは注目度高いんですけれども、はい、まあ、テーパリングという言葉が市場に踊っているので、はい、まあ、気の早い人は今月からそういう議論が開始されるんじゃないかっていうふうにね、うん、ただ金利見てるとなかなか上がらないですし、先週の CPI5 月の消費者物価指数 5% っていうのはなかなかの驚きの数字だったかと思うんですが、はいはいはい、それでも金利は上がらない、上がらないというか下がりむちゃくちゃ下がりましたね。 1.5% 台今 1.45 ですね、切っちゃったんですよね、うん、はい、というのをこうどういうふうに見たらいいかこう悩んでる方今多いと思うんですよ、ね、まあ、債券市場はやっぱ先を見に行くんで、やっぱりその、はい、まあ、前からねずっと言ってて、まあ均衡水準 1.6 じゃないかと僕言ってたんですけども、まあ、それを今下回る形で、まあ、債券市場はむしろラリーしていて、インフレが上がっても全然関係なくて、だから多分債券市場の感覚としてはもうこのテーパリング云々の話はもう織り込んだと、まあ、多分テーパリングはその、まあ、ちょっと時間を置いて、はい、もしかしたら9月にアナウンス開始するかもしれないし、あるいは12月にアナウンス開始で来年年初からかもしれないし、はい、もうクラリダももう議論を始めるって言ってるんだから、まあ、議論を始めるってことはもうコミュニケーション始めて、まあ、必要であれば、まあ、どれぐらいのペースでその、ね、買い入れ額を縮小するかっていうのはまだこれから議論をしなきゃいけないと思うんだけども、もうそのモードに入ってる。でもう結局その話ってもうねずっと言われてるっていうこともあるじゃないですか。だから結果的に3月までに要は長期金利がねもう 2% いきそうだって言った時が一番、はい、そのインフレ懸念が一番高い時 で、はい、でそこからそのフェドがテーパリングに向けて少しずつこう前進していって、かつそのインフレ率が実際上がっていくっていうのを見て、ああまあこれは
結局そのいずれ始めなきゃいけないし、まあ、だけどその時間をかけてゆっくりやっていく、かつそのインフレ自体はいわゆるトランジットという一時的なインフレ上昇なんだから、ある程度の上振れは容認するんで引き締めるわけではない、うん、でかつ、インフレあるいは利上げっていうのは全然まだ先だっていう、全部こうセットでこう今 FRB のこうなんていうんでしょう、スタンスがもうほぼほぼ債券市場で織り込まれたんで、はい、だからもうインフレ指標が足元上振れたとしても、もう これ今から今のイヤーオンイヤーで見て、今ね3あの3コアで見ると 3% は上がったんだけど、でもそれはもうそこから来年にかけて下がっていくのは結構もう目に見えてるんですね。だからそういうのを逆に 見ると、はい、あじゃあやっぱり FRB が言ってるようにインフレがねずっと加速していくってこともないし、でこれからその 2% に下がって今の上振れから下がっていく中で、じゃあ本当に 2% インフレがね安定するかどうかを見ていけばいいし、あと一方その雇用も見るっていうのもちゃんと言ってるから、雇用統計がやっぱりこの2ヶ月連続で下振れて、はい、る中では別に急ぐ必要ないんで、まあ、そこはバランス見ながらゆっくりやっていけばいいっていう、まあ、そういう、こう全体のメッセージがねもうほぼ債券市場で織り込まれたから、むしろ今債券市場はそのインフレも落ち着いていくし、もしかしたら景気減速がこれから始まるんじゃないかっていうのをもういち早く多分ねもう織り込み始めてるから、多分金利が低下してるんじゃないかなというのが僕の解釈です。まあ、それが合ってるかどうかは分かんないですけどね。もうそのテーパリングとかそういうものを織り込む過程で、債券市場ではもう債券の売りがもうあまりに溜まって、それを処分するフェーズにも入って、でかつそのフェドがねこれからテーパリングを始めて、かつその財政政策のそのね押し上げ効果も来年にかけてこう落ちていくじゃないですか、はい、多分それをもう見始めてるんだと思うんですね。まあ、だからそれやっぱり一歩早いんですよ、今こう議論されて、日本でこう議論されてテーパリングがどうこうとかよりももう先を多分見始めた可能性があり、まあそういう意味で言うと、まあこれ僕の解釈が間違ってる可能性あるけれども、そうであるともう多少テーパリングのタイミングが早かろうが、結局テーパリングはいずれ始まる話だし、もうねテーパータントラムとかうんぬん言っていた時ってもうそれはもうすでにもう長期金利の上昇がもうね春にも起きてる一回話だから、3月までで終わっちゃってるんですね。そうで、だからここからそのさらにもう一回インフレサプライズみたいなのがね、まあ、僕は可能性低いと思ってますけども、まあ、それが起きなければ結局次の景気減速を見に行くって、結局あとは FRB のその要は利上げがまだまだ先だとか、はい、利上げしても全然まだ均衡的なそのフェドの FRB が想定する均衡水準みたいなのがまだ低いとか、うん、まあ、多分そういう話に今なりつつあるんで、そっちの方に今注目されてるんですね。だからあんまりもうテーパリングは債券市場だけ見てるともうあんまりこう主たる材料じゃなくて、まあ、株式市場はねちょっとこう見てるのが近視眼的なんで、こういうニュースに対してはね、はいはい、だから少しこうびっくりする場面はあるかもしれないけれども、もう多分債券市場では、まあ、ここまで、ね、金利が下がってるっていうことは、まあ、ちょっと僕は下がりすぎじゃないかなと思いますけれども、はい、今のね 1.45 っていうのは、はい、まあ、だけどももうまあ、金利いわゆるインフレ懸念みたいなのがまあもう今後テーマになる可能性は僕は低いんじゃないかなというふうに思ってます、はい。まあ、今週の FOMC6 月ですからドットチャート、まあ、その FOMC ボードメンバーの経済金利見通しが出てくるということで、うん、はい、ここで若干その利上げ派が増えると、そうそう、23年まで利上げしないが今メジャーなじゃないですか、うん、はい、でそれが半数になるんじゃないかって、そこはね僕もね人数カウントしてみたんですけども、うん、そこは結構微妙なんですよ。微妙なんですね。これね 3,4 人変わるとね、はい、メジャーが要はその多数派が2023年中に利上げ開始になるんですね。まあ前倒しになるんですね。そう、前倒しなんですよ。だから今ね注目されてもうテーパリングはもう終わってるんですよ。テーパリングじゃなくてもう利上げのそのタイミングが、まあ、結局そのインフレが足元上がってるからね、とかその今の一方で雇用の伸びが低いとか、まあ、それを全部勘案して、じゃあそのいわゆるパウエルも含めた主流派が どう置いてるかっていうのは結構そこは意見アメリカのエコノミストも分かれていて、まあ、僕が知る限り多分ほぼ半々ですね。だからで僕はまあ半々なんで正直分かんないんですけども、まあ、主流派はね僕と同じようにやや鳩派気味で、まあ、今月もこの今週のね FOMC も利上げのね1人2人変えてもね変わんないんですよ。1人2人その23年利上げに変えてもメジャーは変わんないんで、まあ、僕はそっちの方にどちらかといえばかけたいと思いますけど、まあ、ちょっとそれは外れたらすいませんごめんなさいって、来週それは謝ります。外れた、ね、はい、まあ、どうなるかそのボードメンバーの数ですからね、ほぼ半々、はい、アメリカの見通し
エコノミストの見通し もう真っ二つに分かれてますここは、はい、これ多少それが前倒しになるということが確定したら、うん、まあ、長期金利が上がりドルが上がる可能性、上がるかな。でもまあね、もう相当なんか材料欲しいってしょうがないですよ、為替市場。いや、それは為替が動きたいからですよね。まあ、金利がね下がっちゃったから、はい、まあ、ちょっとね、これ買われすぎだから、その反動で、うん、売りの材料に多少でも半々だから、はい、まあ、織り込んでるって言ったら織り込んでるかもしれないですよね、これぐらいは。だって2023年の話ですよ、はい、そうなんですよ、まだ本当に来年、再来年、再来年のその見通しなんて誰も分かんないと思っていて、はい、その思惑で、まあ、どこまで動くかって言われるとね、まあ、ちょっとそれよりも重要なのはやっぱりその雇用統計が足元で上振れるかとか、 あとインフレがね、僕が言ってるようにここから下がっていくっていうんじゃないっていう話が出てくる方が、フェドの判断にとっては重要だと思うんで、はい、まあ、あんまり多少はね、今週の一大イベントでそこで少し動く可能性はあるかなという気はしますけども、本当に重要なのは、インフレの持続性と雇用の回復ですね。そっちの方がまあ重要かなという気はしますね、はい、はい。そして最後にちょっと気になったニュースに触れておきたいんですが、先週アマゾンのジェフ・ベゾス氏とか著名投資家ウォーレン・バフェットなどの富裕層が所得税の納税回避しているということで、この納税記録を暴露するみたい なんかそんな報道がありました。なんと上位25人の合計資産価値2014年からの5年間で44兆円も増加しているのに、連邦所得税の支払いは136億ドルしか払っていなかったと、4010億ドル増えているのにだそうです、まあ、払ってないって、要するに払ってない、まあ、ちょっとね、いやいや、これは政治的な、まあ、多分そのこの資産を出しているところも政治的なところで、はい、プロパブリカ、うん、で、まあ、要はこの今の民主プログレッシブの人が所得格差を言いたいがために、はい、まあ、出してきた報告じゃないかなというふうに僕は思って、まあ、ちょっとまあ読んでないんですけど もう一瞬見た時はそう思ってて、というのは、別にこれ違法なことしてるわけじゃないんですね、まずおそらく、まあ、合法ですか。そう、合法で、はい、多分これ要はアマゾンのベゾスさんが払ってないというのは、これは配当を支払ってないから、だから配当を支払うと、その配当の分、配当の収入っていうのは徴収されるじゃないですか。だからそれがそのベゾスさんに大量に入ってれば税金自動的に払うんですけど、おそらくちょっと僕もその個別の株全部見てるわけじゃないですけども、要はもう成長企業だから配当も払わずに全部その投資してるんですよ。アマゾンは払ってないですね。アマゾンとかね、はい、でだからそうするとベゾスさんって別に持ってる株価だけ上がっても、それ別に株価のキャピタルゲインが増えたから、じゃあ増税し払わなきゃいけないかって、それもおかしな話なんで、だから合法税法に従ってやると配当をもらってないんだから払いようがないんですね。なるほど。だからその時価総額だけ増えても、なるほど、だって株がね10倍になって別に持ってる株価が増えるだけで、別にそれをそのキャピタルゲインをそのゲインして確定してないんだったら払いようがないんですよ。なるほど。で僕は多分そっちの側面の方が大きいんじゃないかな。別にこれだって違法とかって判断じゃないでしょ、はい、だからそれは法律所得税支払い回避というか、それは支払えないからしょうがないじゃんっていうのが、なんか回避って書いてある、っていうのが、でそれはだからちょっと政治的に、はい、なんかそれがもし本当だってね、その税法に違反していて、だったらそれは、ね、罰だから、まあ、捕まるのが、そうですか。それは多分ないってことは結局そういうことの側面が大きいんで、まあ、これはちょっとね、こうなんていうの、バイデン政権の嫌なところというか、その、まあ、極端なこう左派の人たちがこう攻撃し始めたって、まあ、その今そのやっぱこういった企業ガーファとかからいかにお金を取るかみたいな、この政治闘争に入ってるから、まあ、その一環で出てきた側面が僕は このニュースに関しては大きいと思うんですけども、ただ一方でそのこういうこれは別に違法じゃないんだけれども、結局そのアメリカの、ね、税法も問題で、ちゃんとそのキャピタルゲインについて取るかどうかともかくとして、結局そのまあそれはね、バフェットですら自分は全然払ってないって言ってるぐらいだから、はい、結局そのむちゃくちゃなお金持ちが払うっていうのが全然そのやっぱり税率が低いっていうのがあるじゃないですか。そんな文句言うんだったら、もうこれ税法変えましょう。税法で、ね、だからそういう意味でそのほらいろいろね、税率、所得税率、むちゃくちゃな富裕層の税率を上げるっていうのを一応バイデン政権掲げてるんで、うん、
でそれはまあ別にやったとしてもそのすごいお金持ちの人もまあしょうがないかなと思ってるってことなんで、まあそれをね淡々と僕はバイデン政権はまあ実現すればいいだけの話じゃないかなと思っているんで、こうやってこうなんて言うんでしょう、こう批判して金持ちから取るのが当たり前だみたいな、これはまあ単なる政治活動の一環なんで、まあそういうところにねちょっとこう行き過ぎるよりももうちょっとこうなんていうか経済全体のバランスでこういう税制が望ましいんだっていうまともな議論をした上で、あの税制改革は僕はした方がいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい。まあでもちょっと不勉強な民はこういうポピュリズムに踊りやすいので、書きたいんでしょうね、うん、まあまあそういうふうに報じたということだと思うん で、ね、まあ、そこはあの冷静に僕は見た方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、今週も村上直樹さんに伺いました、はい、ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。官僚機構に統治能力がなくなっている、シンクタンクと全国組織と政治家が三位一体の政党、官僚たちに依存をせずに日本の政治というものをどう立て直していくのか、まあ、規制っていうのは、まあ、つまり年々増えてるんですね。だから規制緩和をしたから日本がおかしくなってるっていうことではない。なんで彼らはそうやって制限を加えるのか、政府に命令されて縛りられたがってるんですよ。本当それでいいんですかっていう問いかけなんですよね。だから我々自身が自分たちの頭で考え、みんなに広め、実現していき、豊かで強い国を作らなければならない。